はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、こちら、まあ、呪術高専の東京校かなを、とりあえず今20時間かけて作りました。まあ、作った、まだ途中です。まだ結局もう完成しきらず、結局今はまあここで止まっちゃってるんですけど、まだね、もちろん次の動画の間にはもうまた作らせていただきたいと思います。で、この後ですね、ちょっととある、実況者さんに、チェストをちょっと隠してもらうのをお願いしてまして、またちょっと、その方とも動画撮るんですけど、ちょっと今、急ぎでちょっと今、説明させていただきます。はい。で、今回は、この、せっかく作った呪術高専ね、ちょっと案内しながらになるんですけど、ガチャで、チェストを隠していただいて、この中にね。で、チェストの中に、エメラルドが入ってるんですよ。まあ、1個とか、難しいとこだと2個とかにすると思うんですけど、で、そのエメラルドを、あ、大丈夫か？ごめんなさい、なんか壊れた。まあ、いいや。そのエメラルドを、このチェストの中で、これ1ですね。1個使えばガチャが1回引ける。で、こちらは2個使えばこのガチャが引ける。そして3個使えば、このガチャが引けるっていう形でやっていくんですけど、まあ、この呪術高専、東京都、あんまりちょっとネタバレになっちゃうとあれなんですけど、まあ、ゲトウが、まあ、来るんですよね。なので、ちょっとゲトウと、この制限時間、2分か3分、ちょっとこの後後で決めるんですけど、2分か3分で、集めたチェストで、制限時間、時間終わりました。で、持ってる、エメラルド。まあ、例えば5個持ってたら、まあ、ここに1回引いて、ここに2回引いてとか、それでゲトウに挑む。という、ちょっと感じで、要は呪術高専の攻防戦ですね。はい。やっていきたいと思います。まだちょっとこのガチャの中身はね、後でエメラルド、まあ、ゲットしてからお見せしたいと思いますので、まあ、なんとなくわかると思うんですけど、これちなみに当たり枠ですね。はい。当たり枠でございます。じゃあ、今からま、軽くちょっと、説明というか、まあ、このフィールドの、説明をさせていただきたいんですけど、前回ここ全部石になってたと思うんですよ。でもやっぱりね、この砂利の方がいいかなと思って砂利にしました。で、上から砂利だとさ、これもう全部敷き詰めたんですよ、ここ。もうちょっとね、正直もう二度とやりたくない。もうここでもう多分2時間ぐらいはかかったと思うんですけど、全部埋めて、はい、もうこだわりたくて全部埋めました。まあまあいい感じになったかなと、はい、思います。で、まあこちらをね、行くと、はい、このように、上に、なんかね、漫画では50の塔なんですけど、アニメだとなんか30の塔だったので、こちら、30の塔にさせていただきましたと。はい。そしてですね、まあこちらにまあ草がいっぱいあって、で、なんかここにも、この裏とかにもなんか関所みたいな、なんかこの上に上がって、まあ、ちょっと違うんですけどね。こういう感じでなんか通る道があったりとか。で、あと、ここに川ですね。まあ、川が、あって、まだこっち側まだ建設途中なので、一旦ここで止めてあります。はい。そして、ここもね、一応あるんですよ。清水寺を舞台にしたね、ところあるんですけど、ここもまだちょっと途中なので。まあ、ここも一応これから、隠してもらう方にはもうどこでもいいですと言ってあるので、さすがにこっちら辺はやめてねとは言ってあるんですけど、まあ、本当に途中だけど、例えば、このチェストの、こことかでもいいし、もうこの端っこでもいいのでとは言ってありますが、はい。まだちょっと途中なのをお許しくださいと。で、あとですね、やっぱりこれ、ここだとまだやっぱりちょっと隠すところが少ないかなと思ったので、こっから上に上がって、この村も、はい、一応通れるようにしてあるので、この村も一応隠すのでいいのかなと。制限時間2、3分だからね、ちょっとかなり、あそこの村に行くのはもう勝負をかけるというか、感じになると思うんですけど。まあ、ちょっと2、3分で、ちょっとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますと。もうあと説明するところはないかな。はい。じゃあ今から、やっていきましょう。はぁ、疲れた。とりあえず、隠していただきましたと。はい。ずっと僕はこの状態でいたんですけど、これでおそらく、どうしよう。もう一応サバイバルモードで肉だけ食べていい状態なんですけど、このゲートってか、スタートしてから、ちょっとここら辺にしようか。なんか、あの上登ってなんか、もしかしたらもう見えちゃったらやばいから、こっから3分間にしたいと思います。かなり広いから、結構隠してくださったらしいんですよ。で、まあ、
エメラルドがまあ1個のやつもあれば2個の、たまに難しいとこは2個だ、3個はないらしいんで結構難しいのかなと思うので3分でいきましょう。はい、ということで、では今から、ゲトウが、約5分後に来ると思いましょう。はい、で3分経って2分ガチャ引いて5分後にゲトウが来るので、今から私がそれを食い止めるべくやりたいと思います。それではいきましょう。ちなみにあの高いところあったんですけど、あそこにはあのあとはしごをちょっとつけさせていただきましたので、はい、よろしくお願いします。登れるようになっております。3分どこ行こう、待って、まあまあいいや、とりあえず何も考え、何も考えて、まあいいまあいいや、行きましょう。それではレディーゴー、3分行くぞ。え、待って、む村から行く、え、どうしよう、マジでどうしよう、でも見せたいんだよな。わあすごい自分で作っといてあれなんだけど、見せついつ、どこから行く、え、なくない、あったあれね、一応 OK、 はしごはあるので、とりあえずこれで2個、まあそうだよな、そんな簡単じゃねえ。あ、ちなみに伏黒くんのちょっと気にしないでください。やばい、この水はトラップだ、やばい、ちょっと待って、もう、ま、待って、もう30秒経ってるよ。待って、あるあ、ありがたいありがたいありがたい、よし、エメラルド、とりあえず2個、これあれ、これどうやって、あれ、これ登れなくない、登れる、危ない登れる、あの上は無理、もうそんな時間ない、待て、とりあえずあそこの門行くか、ここ開いてんのよ、開いてるから、ちょっと待て、周り見て、マジで周り見て、ない、え、ちょここから見よう、ここから見よう、ありません、助けてください、開きません、開いた、あと1個、3個、これでさ、とりあえず3個はいいぞ、3個はいい、ちょっと上見ろ、上ちゃんと見て、上見て、ね、とりあえず急ぎ、やばい、まあ、いや、3個ってどうなんだ、3個って残り1分半で3個、いや、ゲトーだよ、相手は、おー、2個、え、これ2個でいいのか、ありがとう、え、これ、大丈夫、痛い、大丈夫、どうしよう、村行こう、村レッツゴー。なんかあれだね、結構優しいな、2個取らせてくれるとは。どこだ、え、村の中か、あったえ、これ、あー、よし、6個じゃまだダメだよ、待って、お邪魔します、え、これ村、建物の中って効率悪くない、多分建物の中効率悪いと思うんだよ、僕は、違うかな、ちょっと待って、でもこういうのって大体さ、一番最初のとことかさ、あったじゃん、え、ブーンちゃん、あ、違う、これダメだと、これ違うと思う、これ多分初期の多分あれだ、チェストだ、残り30秒です、待って、やばい、村、あれは、違う、灯籠、あれはただの灯籠、まずい、どうしよう、あ、はぁ、パニック、ちょっと待って、いや、この裏、この裏、絶対あるでしょ、裏。ここ。ない。え、嘘でしょ、ちょっと待って、残り5秒です !5秒、残り5秒、みんな助けて、終わっちゃう、あ、なんかタイマー5秒で終わってた。あ、ごめんなさい、止まってました、ごめんなさい。でも大丈夫です。もう、多分、大丈夫です。3分超えてたわけではないから、大丈夫です。はい。まあ、とりあえず、何個 ?6 個。あ、いいんじゃない ?6 個は。6個。いいわ。とりあえず、6個で、ゲトを挑もう。よし。どうするこれ。どうしよう。とりあえず、中見せますね。これ、1個のチェストなんですけど、これです。はい。大当たりは7ミンとなっております。ナナミンで、あとは、まあ、パンダとかメカ丸とか、まあ、東堂も当たり。東堂と、ナナミンが、まあ、一応当たり。まあ、でも、ほぼナナミンかな。東堂も厳しいです、正直。ゲトー相手だと。だこのようになっておりますと。で、これが1個ですね。でも、この1個でナナミン引けたらかなり大きいよっていう。で、これは、ま、ここ見てもらったらわかると思うんですけど、まあ、2個で、おっこつくんが出ます。で、さらに東堂もナナミンも出ると。で、バンショーも出る。その代わり、まあ、ここら辺はちょっと厳しいかなっていう感じです。これがエメラルド2個。そして3個。3個なんですけど、東堂に囲まれつつ、ミワちゃんもいます。
ミワちゃんもいるけど、まあナナミンと、伏黒くん、そしておっこつくんと五条先生と。これはね、1はね、正直ないと思っちゃう。でも、これ6個あるから、3、2、1で、いっちゃおう。そしたら全部引ける。なので、ここでナナミン引きます。僕は。ナナミンを引いてみせます。なので、まずこれでエメラルド1個使います。1個使って、いくぞ!もう系統が来てしまう。ナナミン!ナナミン!ナナミン!ナナミや。野原ちゃん。いや、野原ちゃん、何にも使えない TPG しかないんです!いや、次は、じゃあ、おっこつくん狙いましょう、おっこつくん。おっこつくん、おっこつくん、おっこつくん。おっこつくん、おっこつくん。いや、まあまあまあ、でも、東堂はまあ、まだいい方よ。うん、いい方、いい方、いい方。うん。いい方かな。やばい、待て、これで引かないとやばいぞ。エメラルド3個。五条先生来れば、五条先生来れば勝ち。おっこつくんでもいい。頼む、頼む、頼む、頼む!助けてください。ダメですか?この、ごめん、ミオちゃん!このエメラルドを使いたい!くそー!マジか。では、ゲトを迎え入れましょう。はい。この3体で、いけんのか?いけんのか?いけんのか?いや、諦めるな。諦めることなかれ。いける!信じろ!自分を信じるんだ!来てしまう!いけます!いけます!助けて!誰か助けて!誰か!ゲトー!いけー!みんな頼む!ゲトーを止めてくれー!あ、ミオちゃんが出てきた!ミオちゃん出てきた!頼む!頼む!ミオちゃんごめん!あ、頑張れ!トード頑張れ!ごめん、ミオちゃんちょっとちょっとこれ不正だけど許してください。多分勝てないとか言うな。勝てるんだ、勝つんだ。いけ、ゲトを返り討ちにするんだ。頼むミヤちゃん。あー全然ダメじゃん。全然、これ誰の、何これ、これ何、ミヤちゃん、ゲトか、なんかぶっ壊れてる。すべてが壊れてるけど、思ったより壊れてないからいいや。はい、ということで、今回残念ながらゲトーの、侵略を止めることができませんでした。はい。次回はですね、ちょっと、これをね、まあ、一緒に、その実況者さんの方とかと、ちょっとやってみたりとか、まあ、それこそまた、ちょっとステージを変えてやったりとか、あと、出てくる上限、要は相手を少なにして、キャラクターを変えて、ちょっと今度もやってみたいと思いますので、よければね、見てくださると嬉しいです。そして、できれば、あまりこういうことはちょっと言わない派なんですけど、今回は本当に頑張ったので、頑張ったなって思ったら、よければです。高評価、よろしくお願いいたします。はい。本当にマジで今回頑張った。じゃあ、今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあ、お疲れ様でした。いやー、でも達成感やばい。バイバイ。まあ、まだ続くけどね。まだ作るけど。バイバイ。